出直し看護塾3分間劇場。臨床に、生かす看護師国家試験。ジギタリスの副作用の話。解説員、出直し看護塾、青柳智和。国家試験を臨床風に、アレンジし、学生さん、既卒の皆様にお役に立てるよう解説してまいります。では、今日の問題を見ていきましょう。第107回の午後、21番の問題です。ジギタリスの副作用、有害事象はどれか？難聴、おしん、胃感染、低血糖。昨日のモルヒネに続き、薬の副作用の話ですね。試験に出る薬はある程度決まっていますし、ジギタリスはともかく、臨床で使う薬であることが、多いので勉強しがいがありますね。さて、薬を調べるときは PMDA です。薬品名だと薬剤添付文章が、検索できないようなので商品名で、調べる必要がありそうですね。ただ、後発医薬品、まあ最近ではジェネリック、一昔前は、ゾロゾロ出てくるので、ゾロ、と、言われたりもしていましたが、後発医薬品派薬品名のことが、多いので、覚えにくいですが、探しやすいかもしれませんね。というわけで、ジゴシンという自己寄生成剤の、薬剤添付文章を見ていきましょう。禁忌はどうでしょうか？防湿ブロックや同房ブロックの増悪とありますね。つまり除脈になるということですね。あとは、ジギタリス中毒と書いてあります。これは非常に有名で、この薬の使い方が難しいと、言われるゆえんですね。少しマニアックなところでいくと、閉塞性心疾患も、禁忌だそうです。左室右室路、かっこよく言うと、LVOT と、言ったりします。ジギタリスは強心作用がありますので、出口が狭いと左心室は、しんどいですよね。これまた難しく言うと圧負荷の、増加といったところです。高脳功用は、どうでしょうか？鬱血性心不全、排水腫とありますね。心原性排水腫は、こちらに、示してあるレントゲンのような状態で、左心室の拡張障害により、肺に鬱血が生じ、拡散障害により、酸素化が極めて悪くなっている状態です。ジギタリスによる強心作用により、肺の水を引くことで呼吸困難を、改善します。心房細動などにより頻脈も、適応はあるようですね。副作用はどうでしょうか？いろいろ書いてありますが、この副作用がこの薬の、使用方法を難しくしている大きな理由で、それだけ試験にもよく出てくるというわけですね。主な副作用は、除脈、食欲不振、嘔吐です。細かな副作用は、たくさんありますが、この3つは押さえておきましょう。まあ、治療領域が狭く、使いにくいので最近では、他の薬が用いられることが、多くなってきました。喘息のテオフィリン製剤も、同じようなイメージがありますね。ついでに、フロセミドという有名な利尿薬がありますが、大量に使用すると難聴が、出ることがあります。胃感染は、ステロイドあたりが有名ですね。低血糖は、蛍光血糖効果薬にあるものがありますね。ジギタリス、もともとは薬草だったようです。ゼロから薬を作ってしまう今の、技術もすごいですが、草から薬を作っていた昔の、知恵もすごいですよね。では、本日の出直し語録です。ジギタリス、強心作用は強いけど、嘔吐除脈に進展し、無視ができない副作用を少しずつ覚えていきましょう。では今日はここまでです。チャンネル登録、お願いいたします。